4日間ショートシリーズ初日の玉川、6レース前の決まり手はイン逃げが4回、まくりが1回、差しが1回となっています。中盤戦カード、続きましては7レースの予選です。作戦対行動1、2、3、4、5、少し離れて6、枠番順となっています。スタート1分前、高枠1号艇の村上翔一です。前半の4カード戦は5着、ただ近況陰線は6連続で船券に絡んでいます。2号艇亀山正幸、年末の桐生で優勝したんですが、強風で優勝戦がレース中止になるアンラッキーでした。そして3号艇熊谷直樹、6月にも使用したモーター75を引き当てたんですが、早速キャブレターを交換しています。そして残る3艇引いていきます。4カード4号艇鈴木亮介、展示1番時計でした。今日はここ1走となります。ココース5号艇福田正和、前半2レースは道中3艇からも3番手争い、惜しくも競り負けて5着でした。大外6コース6号艇渡辺哲也、オープニングレースは2マーク小回り成功の3着としています。3対3に分かれました。第7レースの予選競争、ここは2番亀山、3番熊谷、1番村上のボックス人気となっていました。 1、2、3、 ダッシュが456です。スタートを切りました。2号艇の亀山がトップスタート、インも踏み込んで1号艇の村上となっています。1周1マークは村上先生、2位3号艇熊谷ですが、これは流れて内側的確に刺してきたのが2号艇亀山となっています。スタートは前提正常でした。逃げ差し争いから刺した2号艇亀山が1号艇の脇にしっかりと届いていまして、逆に2号艇の方が半定心ぐらい出ていきました。続いて1号艇村上、3号艇熊谷は進路を内に持っていきます。1周2マーク、2号艇突っ込んでいく3号艇をさばきにかかった1号艇村上ですが、へさきが少し浮きました。ここで2番手は3号艇熊谷の方が前に出ています。上位体制、2番3番1番で2周回目、後ろは6番5番4番が追走です。レースは2周1マーク、2号艇の亀山から3号艇熊谷、追っつけていく1号艇、追っつけて3号艇なんとか外前かわしたでしょうか。さあ2番手のところ、3号艇熊谷なんとか外前でかわしたんですが、1号艇の村上が2停身半ぐらいの差で追いかけていきます。現在上位2番3番1番です。その後ろ6号艇4号艇、6号艇5号艇4号艇追走です。2周2マーク、2号艇亀山抜けています。2番手3号艇熊谷、3番手ここは追走になった1号艇に対してくるっと回っていた6号艇の渡辺、渡辺今日前半でも2マーク5旋回があって道中逆転だったんですが、このレースでも逆転3番手に浮上していきました。さあファイナルラップに入っていきます。注目は3番手のところ、6号艇対1号艇、前の2人は2号艇3号艇ついて6号艇渡辺、しっかりとした旋回、そして1号艇はここは遅れを取りまして、上位は2番3番6番となっています。残り半周を通過しました。トップは独走2号艇の亀山正幸、今日後半は11レースの1枠で再登場となります。最後端末クリア、続いて3号艇熊谷直樹、3番手このレースも道中逆転で3番手に上がりました6号艇渡辺哲也です。ゴール順はトップ2番の亀山、3番熊谷、6番渡辺ゴールイン、後ろは1番5番、ラスト4番の順でゴールイン。以上第7レース予選競争でした。第7レースの払い戻し金額をお知らせいたします。2連単2番3番620円2連複2番3番300円3連単2番3番6番3150円3連複2番3番6番1620円以上でございました。
イド側第43回報知新聞社杯シリーズ2日目の戦いは第2レース予選競争を迎えています。対戦メンバーです。1号艇福岡村上翔一、2号艇徳島赤池周平、3号艇愛知佐藤大輔、4号艇埼玉山本良一、5号艇広島山田和佐、6号艇静岡池田雄一、以上6選手です。陰線1号艇村上翔一、昨日初日は3着2本、周り足の手応えは良好でした。2コース2号艇赤池周平、ポーター28号機、こちらも気力は上位の一角です。3コース3号艇佐藤大輔、初戦メインカードの江戸川選抜は5着、船橋調整途上の様子ですが、ここは格上の走り見せますか。4コースから1、4号艇山本良一、5コース5号艇山田和佐、6コース6号艇池田雄一と決まります。人気は1号艇の村上から3号艇の佐藤、2号艇赤い毛と集まっています。スタートまでは10秒切りました。第2レース予選競争です。進入体系は内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。3コースから3号艇の佐藤がトップスタート、1、2コース少しへこんでいます。一周一マークへと向かいます。ニッケール1号艇の村上、差しハンドルは3号艇の佐藤、内側から6号艇の池田でバックストレッチへと抜け出しています。先頭は差し抜けた3号艇の佐藤大輔、2番手争いインコース6号艇池田、アウトコースに1号艇村上、その後ろ4番5番2番と追走、スターター前提正常です。一周にマークをトップで3号艇の佐藤が旋回、2番手は内側から6号艇の池田、アウトコースから1号艇の村上でホームへと折り返しています。直線コース2番手は1号艇の村上が一定進優勢、内側から差がなく6号艇の池田が追走、上位の体系3番1番6番3選手抜け出しています。2周の1マークをトップで3号艇の佐藤が旋回、2番手は6号艇の池田、外をつけて待っていく1号艇の村上でバックストレッチ、2番手1号艇の村上、3番手が6号艇の池田、上位体系は3番1番6番、その後ろ4艇進行法、4番手に5号艇の山田、離されて4番2番です。2周の2マークトップで3号艇の佐藤が旋回、2番手1号艇の村上、ここはリードを広げています。3番手6号艇の池田でホームへ取り返しました。上位体系変わらず3番1番6番、先頭2番手の定冠4艇進、2、3番手の定冠3艇進です。その後ろ少し定冠詰めてくる5号艇の山田が4番手、最後のバックストレッチへと先頭で3号艇の佐藤大輔抜け出しています。3コースから差し抜けました。2番手1号艇の村上、後ろ3番手ですが、内側から5号艇の山田が逆転で3番手と上がっています。6号艇の池田4番手と交代、3、4番手の定冠1艇進とわずかです。最終コーナーをトップで3号艇の佐藤、2番手1号艇の村上と旋回、3番手争いは外から6号艇の池田、内側から5号艇の山田でホームへと折り返しています。まもなくゴール、先頭3番の佐藤五輪、1番村上五輪、6番池田五輪、5番の山田五輪、4番の山本、ラスト2番の赤池五輪です。以上第2レース予選競争でした。スタート展示同様、2号艇田辺良三が若干ピット離れへこみ加減、すかさず3号艇河合優輝が枠より1つ内2コースに1、3、2、4、5、6とスタート展示同様の並びとなりそうです。シリーズ3日目予選最終日の攻防、第3レース予選競争です。1号艇村上翔一、2号艇田辺良三、3号艇河合優輝、4号艇深川和人、5号艇石田剛、6号艇末永優輝、以上6選手の対戦です。
絶好枠村上翔一がインコースに進入となります。ここまで2走は苦しい着取りとなっていますが、ここは意地を見せたいインコースに構えます。そして本番レースも2コースから3号艇川井優輝は無事故完走頭角マークとしていますが、より上位での突破を目指しての戦いとなります。2号艇田辺良三が3コースでここまでがスロー、角14コースには地元4号艇深川和人です。昨日の転覆アクシデントで予選クリア厳しい状況となりましたが、ここは得意の角戦、スタートも決まっているだけに一撃あるか。4号艇深川、5号艇石田剛5コースに、そしてチルと一度に跳ねて伸び型仕様で3着以上の勝負に挑む末永優輝。第3レース予選競争、1番3番2番ダッシュ4番5番6番スタートしました。ダッシュ勢4コース角から4号艇深川、6コースからは6号艇末永優輝好スタート。しかしスロー勢も伸び返して3号艇河合が2コースからまくっていく展開つくか。6号艇末永、さらには5号艇2号艇旋回でありますが、まくり決まった独走。3号艇河合優輝が独走体制、2番手争い5号艇石田剛と6号艇末永優輝、後方2号艇1号艇4号艇。第3レーススタート正常です。早くも一人旅は3号艇河合優輝2マークトップでクリア。2番手争いは握っていった6号艇末永がバランス崩して流れた、内々通った5号艇石田剛が単独2番手、3番手には1号艇村上翔一が浮上、なんとか立て直して6号艇末永優輝が外から艇を並べていく。3番手争いは1号艇6号艇並走、レースは2周目に入っています。伸び足はパワフル、6号艇末永が絞り込んで2周の1マーク、3番手争い先手を取ってくる。その内側くるっと1号艇村上翔一も粘りますが、3番手は6号艇末永優輝が取り返す。この座を守って 6.0 でクリアといきたい6号艇末永、上位体系は3番5番6番です。2周2マークからホームストレッチ、先頭は完全に独走体制3号艇河合優輝、2番手は5号艇石田剛、3番手6号艇末永優輝が後続艇を引き離し、上位体系3番5番6番最終周回に入っています。ダッシュ勢がスタート0台踏み込んでまいりましたが、2コースからこちらも好スタート。3号艇河合優輝が直まくりを見事に決めての勝利ということになりそう。3号艇河合優輝独走、5号艇石田剛が2番手、そしてなんとかノルマ達したか6号艇末永優輝が3番手、3番5番6番後方水が空いて1号艇村上翔一、4号艇深川和人、2号艇田辺良三が続きます。予選最終日第3レース予選競争、3番5番6番先頭3号艇河合優輝、2番手5号艇石田剛、3番手6号艇末永優輝、356先頭3番河合五輪、2着5番石田五輪、3着6番末永五輪、1番村上五輪、4番深川、ラスト2番田辺五輪です。第3レースの着順確定をお知らせいたします。1着3番、2着5番、3着6番以上でございます。第3レースの払い戻し金はご覧の通りです。